どうも高井です。近年出版物の劣化が激しいですが、価格1600円くらいのコスパ本と価格1万円以上のパフォーマンス本、どちらを買いますか？私は3年くらい、もしくは4年くらい前からパフォーマンスを中心に1万円くらいを超えるような本、まあそれ以下の本も買っていますよ。こういう本もそれ以下の本に当てはまるけど、価格は6400円プラス税っていうような値段です。この本にしてもミクロ経済学、マクロ経済学両方載ってるんですよ。これは片方だけだと価格3500円、4000円とか、片方だけで3500円とか4000円もするんですよ。でそれがもっと初心者よりとかいうふうになると2000円から2500円くらいだったら、2つまとまってるこの本がコスパがいいし、本当はね、本当の意味でコスパがいいっていうのはパフォーマンス本の本だと思ってて、しかもこれカラーで載ってて、全く知らない初心者向けのもの情報と中級者向けっていうようなちょっとこう難しい情報両方載ってるんですよ。それって結局は高い金を払った方がコスパ良くないって私は思ってる派で、ビジネス用にしても1600円っていうのが大体の相場だと私は思っていて、それ買うよりかはその10倍する1万6000円とかの本を買った方が、実は情報の回収コストって一番高くないっていうか安いんじゃないのって私は思う派なんですよ。ただ安くいい情報を手に入れたいって人は1600円の本を10冊20冊30冊40冊とかあって、残り 1% っていうぐらいの知識を得ていく。その 1% っていうのはどれぐらいかっていうほど成分で当てはめると、行数にしてたった1行たった1行を埋めるために1600円払ってるんですよ。私はそれはちょっともったいなすぎないって思ってて、だとしたら最初の1冊もしくは2、3冊ぐらいまでだったらまだ回収できるだろうけど、それ以上読むんだったら1万6000円とか払って一気に大金つぎ込んで回収した方が、実は本当の意味でのコストパフォーマンス良くないかなって考えてる派なんです。皆さんはどちらですか？私は高い値段払っても元が回収できると思うので1万6000円でも払う価値あると思うんですけど、よく考えた上で、いや実は安い本ほど立ち読みして読んだ方があなた自身のためになるんじゃないのっていうような話です。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。